はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、京華海道高校、今回は投手でやっていきたいと思います。で、今回まずは、うなる剛速球の五郎くん、うな五郎くんを、お借りしてます。まあうな五郎くんね、俺出なかったんで、お借りしてますと。で35で固有がつきますね。タックボーナスと筋力、特練習率アップ20なので35で使うとすると、まずタックが100で試合経験点ボーナスがついて、筋力ボーナス6、特練習率アップ20といったところですかね。でこれが、45になると練習効果アップ10がついて、50になると筋力ボーナス6が、さらにつくというところで、これ50の筋力ボーナスは直付けだよね。そういきなりつく感じになるんで、筋力ボーナス12になるのか、まあ、やっぱ50はかなり強いですね。で、コツの方もちょっと変わってて、もう元々のコツがね、何を覚えてたか多すぎて把握してないんですけど、とりあえず下の有毛果敢とみなぎる活力、まあみなぎる活力とかはね、骸骨とかは別にないんですけど、そういうものが、追加されてます。もう金徳お化けですねこいつは。まあその代わり変化球とか、一切持ってないんだけれども S にあるっていうね、まあ半端ない、キャラになってますと。あと、前回のガチャで手に入れました、川瀬涼子ちゃんを使っていきます。で、有毛果敢だっけ、金徳は。で、コツは根性低め内角と。で、テーブルの方がタックが80、やる気効果アップの得意練習率アップで、技術ボーナス8というところですかね。で、PSR なので50までいくとタックが90になって、45で試合経験点ボーナスが10つきますというところになります。で、あと一応まあ五郎くん連れてきてるんで、かおるちゃんを入れてます。で、変化球要員が上3人ですね。まあ、虹谷はね、やっぱり普通に強いと思うんで、虹谷を入れて、変化球の、野球マン1号とサンタ立川ですね。まあ、変化球ボーナスとかはね、こいつはいくつついてるんだ、変化球ボーナス16に、35の固有がついてるんで、22とかあるんですけれども、まあ、他の、ね、練習では変化球稼げないんでちょっと無駄にはなっちゃうんですけれども、まあ、これでいきましょう。誰がいいかな。今回も別に彼女編成とかではないので、この2人だな。仲良くコントロール練習してるね今ね。ちょうどこう台風が来てる中で、かなり外の風が強いっすね。まあ、自分はね、あの千葉に住んでるんで、夜中にはね通り過ぎちゃうと思うんですけど、まあ、電車とかにね影響があるとちょっとめんどくさいんでね。これ別に会社員とかじゃないんで、別に平日に電車止まったとしてもむしろマイナスでしかないんで、これはどっちがいいかな。野球マン1号、こっちにしよう。変化球と守備か、まあ別にいいけど。あ、緩急、そう緩急が欲しかったんだよね。やはり骸骨は掴んでおきたい。メンタルを見て、まあ、別にいいか、ネオで、コンボか。ちょっと久々だからコンボの内容は確認しておこう。特にクイックとかはね取る必要ないんで、今回は、一番上がクイックでしょ、2番目が打たれ強さ、一番下彼女がいるときはリリース、彼女がいないときには体力が回復と、カオルちゃんの評価。大した内容じゃないな。一番下は彼女がいれば別にいいけど、じゃあやっぱりクイック取っとく。クイックが欲しいわけではないけど、打たれ強さだったら、まあ、経験点的にもこれだね。取れれば取っていくか、クイックは。あ、そうか、野五郎くんとかがいるからちょっと会話が違うのかな。ここは強化上げでスタミナ練習をしましょう。葵ちゃんもね結構体力削ってくるからね。で、本物のまっすぐ、一応ね球速依存みたいなんですけど、2回目でねもう判定が行われるからね、ちょっと無理くさいな。キューパーかー、1回監督強化上げとくか。まあ、試合はね別に負けるとかないんで、野五郎くん入れてるからあんまり監督評価
気にする必要もないんだけど、気にしなさすぎるのも試合に出られなくなるんで。変化球。川瀬涼子ちゃんもね、結構体力は削ってくるみたいなんで、まあ、ここは普通に筋トレを進めましょう。西谷どうしようかな。野球のすべてを楽しみたい。これは1回で切っちゃおう。3回は無理だよね。割と寝てるよな。いや、ストレートにしよう。奪三を取りに行く。うん、しょうがない。不眠症がつくよりはいいや。コツどっちかわからないけど、コツ緩急、あ、緩急潰しとけばよかった。ここはちょっとタイミングが悪いな。まあいいや、まあ、体力のね最大値が上がるのはでかいんで、ここも経験点を取りに行きましょう。一番上はねテンポとかもらえるんだけど、わあ、虹谷はちょっとコツ掴んでおきたい。んー、コツは掴めなかったか。ノーロー君ってちなみに2種類目何？変化球かお前。あ、どうしようかな。いや、守備、守備ばっかりやるのもね。カオルちゃんか。まあいいや、経験点に目がくらもう。やる気は上がるのか。伝染する投手、あ、これか。どっちかよくわからないけど、あ、止めると成功失敗あるのか。上が安定だね、経験点。止めるとね、成功すると結構でかいんだけど、でも総力プラス2か、それはいらないな。なんでピッチャーなのに。なんか回復しねえかな。あ、これどうしようかな。パーッと遊ぼうで3回練習しよう。よし、いいね。てかもともとさ、ブレイクスルーゲージ溜まってたのか。まあ、いっか。で、緩急はもう5になってるから、カチューン忘れてた。カオちゃん結構久々だからな。あー、これどうしようかな。牽制が手に入んのこれ。まあ、いいや、一緒に見ていいにしてみよう。あー、普通に牽制手に入るんだね、一番上でも。デッドボールの後、これさ、ちょっと言ったらあれかもしんないけどさ、カオルちゃんと顔が似てんだけど。デッドボールの後に、これが通常イベントか。理由を聞く。身長盗塁になる。さっき身長盗塁になったんだけど、真ん中だとな、経験点手に入るけど体力が減るのか。下はね、体力が回復する。これにしよう。でブレイクスルーどうしようかな。球速、あ、二次体のコツがあるのか。ノゴロウくん結構変化球ポイントくれんね。変化球持ってないくせに。まあいいや、ちょっとここはブレイクスルー使っちゃおう。ほい、とにかくコツをください。まずはコンコツ OK で、とことん負けず嫌い、これが金徳ですね。で、一番上のスタミナ強化、これで進んできます。ただし体力は減らされるけど、体力の最大値が上がる。あー、変化球、あー、虹谷かー、すげー悪くない。コツであれば何でもいい。練習会、ありがとうございます。微妙な体力量だね。うん、結構いいな。経験点でかいよな。また虹谷コツすげえな。これここやろう。ダブルタック。どちら？よし、切ればもう掴んじゃおう。で、ここもな、持って持ってになる必要はないんで、ちょっと体力の減らない真ん中にします。で、忘れないうちに切れば掴んでおく。どうしようか。寝ちゃうのはもったいないよね。コーチ、ついでに回復してくれ。
次練習したい。ありがとう。出たー、これも無理だよー。でちなみにこれは筋徳を進めるためにはジャイロ回転ですね。まあそりゃそうだよ、分かってたよ。で練習して次にブレイクスルー使って寝よう。まあね、うなごろうくんはね今回初仕様なんで、2回目も無理だよな。ちょっとタックが来てるわけじゃないからな、微妙な数値だな。どこにも誰もいねえのか。スタミナがあるわけでもないしな、もったいないけどちょっと寝ちゃう。37か、結構下がったな。バッチングセンターに行くか。アベレージヒッターとかな、取れないけどね。いや、コツ的にだな。これは勝ち運は潰して、緩急はもう取っちゃうか。勝ち運を取る。安っ。ほい、ライズボールとかね、カオルちゃんの持ってるやつ一回も見たことないんだけど。でここは回復しよう。大吉が出たら大吉の回復量が無駄になるけど、中吉か。ちょっとこっちを見る。なんかだな。まあ、いや、3回練習狙うか。ここどうしようかな。もう次で3回目だもんね。ダメー。3回練習ですね。ちょっと待ってね、上げられるものがあったら上げていくか。コントロール C くらいにしておこう。急速それなりに溜まってるね。スタミナもなんとなく D にしておこう。で変化球はもうあんま気にする必要ないからね。普通にフォークとか取っておく。3回練習。ほうほうほう、縄跳び。もうわからん、二重跳び。グキーとか言ってんだけど、どういうこと。すげえ体力がなくなってる。これ完全になくなったんじゃないか。一回使おう。ブレイクスルー。こんな状態でブレイクするってすげえんだな。体力が減る描写がないからね。あーどうしようかな、クイックちょっと掴んじゃおっかな。3、もう体力ないんだからさ、喧嘩しないでよ。喧嘩をさばく体力がない。50とか無理だ。これなんかあるの？なんもない、勝手に進んでいく。もう一回、いやメンタルがいけるか。カオルちゃん、で特にバレンタインはね何もイベントがないんで、悲しいことに。何事もなく、本当に何事もなく終わったな。カオルちゃん、これ一旦全開になって、葵ちゃんの金徳が終わりと。よし、かなり掴んだ。あ、そっか、こっからあれか、またメンタルしとくか。立川のメンタル、変化球がな、ちょっとあんまり伸びてないんだよな今のとこ。どう？133。え、なんで？
あ、ノゴロ君がいるからか。こっちも一応見とこう。ゲ結構いいな。ちょっと変化球欲しい今は。ノゴロ君がいるとブレイクするポイントめっちゃ溜まるね、やっぱり。よし、 OK。 これ重要だよね、体力回復に関わってくるから。もうブレイクスルーポイント溜まってるんだ。ゲー、しかもダブルタックいけるし、球速自体はそれなりに上げられそうだな。だから2回目でね、その金徳の成功失敗が来るっていうのがね、かなりきついんだよね。変化球ポイントくれた。能力さすがだな。得意練習率的なやつ。ただ相変わらずコツはくんないよね。いや、すげえんだけど本当に。外の風が 7% 通過、まあ、特に試合をするわけではないんで。でここもね、勇猛果敢は1でしかくれないんで、あー無理だな。俺何持ってきたっけ。そういえばそうだよね、毎回余ってるからね。これちょっと変化球を一旦444にするか、あ、いつもの変わり映えのないスライダー、カーブ、フォーク。精神ポイントがなぜか下がった。メンタルで回復だね。ただブレイクスルーのポイントが、え、これどうしよう。ああよかっただっけ、牽制で投手討論。これどうやって聞くんだっけ、病院に行けだっけ。まあいいや、打たれ強さ。タイピンとか本当は欲しかったんだけどね。あ、ここやろう、これはいいね、やろう。ブレイクスルー OK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 、 溢れないよね。かつ二次体のコツ、キレは掴んであるんで、まあ、脱散でもコントロールでもどっちでもいい。脱散 OK、 脱散もちょっと5まで置いとこう。いやでもコントロールの方が重要か。コツ3回練習いけるかな、どうかな。誰、スタミナ1なのか。これスタミナプラスの効果ついてるんだよね、モブでも。精神でも回復量とかアップしてますからね、そこが結構いいよな。あれ、意外に伸びたな。さっきのがでかかったのか。回復すればいけそうだな、3回練習。それとも強行する。よし、根性もそれなりに精神使うからね。なんか精神余りそうな感じはしないんで、5でいいでしょう。19%ダブルタックか、やろう。よし、優しい。何が優しい、ちょっとわかんねえ。変化球超もらった。安全圏も補給が5上がった。なるほど、ブレイクスルーが溜まってない。あ、でもスタミナ上げられるか。投手ね、まあ、投手も3にはしますか。どうしよう、4球種目とかいけっかな。高速進化、いやシュート、高速シュートなんとなく。スタミナ、スタミナ上げとけばよかったかな。よし、投手は3でいいでしょう。お、結構いけてる。でブレイクスルー、メンタルをやる必要ないんでブレイクスルー使って寝よう。カオルちゃんはもう掴むものないかな。まあ、ここのね試合はねちょっとコンピューターに任せましょう。本戦に入ったらちょっとピンチャンでやっていこうと思います。あー精神が足りなそう。100
155にしとくか一回。また復活を取らなきゃいけないからね。やっぱ復活1だったよね確か。それ結構きついんじゃなっけ。めっちゃ点入れられてるし。誰、俺先発。ちょ、自責点見よう。また例によって自責点3。なぜ評価が上がったんだかよくわからない。あいつやっぱ出さなくてよかったんじゃねって噂されそう。低めが惜しい。低めが、精密機械はゲット。あー、メンタルいいね。おー、あ、打たれた。マジか、こいつ打たれんのか。ってかまあイベントだからさ別にあれなんだけど、この能力でさ練習試合ごときで打ってくるやつらすげえな。あ、靴、あ、靴じゃない、市原かスタミナ6も上がったし。お、いいね。あ、そっか、こいつらがいるんだ。どうなんの。あんまりだなあとか言ったけど。虹谷根骨脱散は3でいっか。人間時代取っとこう。闘志もう取っちゃおう。尻上がり根性なんだかんだで、いやードクタケ重いよなやっぱり。ちょっと2回目、3回練習狙いましょう。よし、根骨コントロールちょっと上げちゃったよねさっき。ね、草野、なぜかというと敏捷ポイントがもらえるから。え、ちょっと待って、これはこっちでしょ、どう考えても大津くん何者。ブレイクスルーは起こせないか、起こせないか。大津くん1年生なんだろうなきっと。これで6月の今ちょっとどうかな。ここ使っちゃわないとまずいよね。川瀬涼子ちゃん何があったっけ。あー、内角かー。どうする、直取りする。直取りする価値があるかどうかだよね。重くなければいいんだけど。内角ってどこ。あ、そんなに重くないな。ちょっと精神使うのか。でもか、精神がないから一回ブレイクスルーかけて、これ甲子園でいけるかな。ちょっと微妙だな。7月の1週は精神か、精神で回復させていこう。内角、まあ、内角掴んで直取りでいいかな。いやー、ちょっと待ってよ野五郎くん。俺さっきなんて言った、川瀬瀬川って言わなかった。まあいいやコツが欲しいんだよね。こっちにしよう。あ、内角掴んでない。はい、来たまあ、任せなさい。ラズベリーなんてサクッと終わらせよう。サクッと高速シュート、クイックなんだかんだでいけそうだな。トロ、牽制もいけるね。精密機械を1回置いとくでしょう。ユーモカ感はもう取れないよね多分。で、復活、ギャー、精神がなくなった。いい感じで終わったな。で、ここはちょっともうメンタルをやっていくしかない。メンタル練習、メンタル練習だな多分。球速いいね。で、またメンタルだな。サクッと。
いいね、やっぱり海東高校は安定して点を取ってくれるね。で、ちょっと待って、うわ、やりてえけどな、やりてえけどな。そういえばこれ使ってなかったわ。でも無理か、これ使っても無理か。何パー ?7 パーやろう。で、もう次ブレイクスルーしよう。ブレイクスルー案件が来るまではちょっと、ワンタックか、ちょメンタルだな。次あたりはちょっと考えないとね、ワンタックでも。最後の最後に何にもなかったっていうのが一番悲しいから。うわー、精神が足りない。意外にゲ足りねえ。シュートもエピローグ経験ってかもらえないからね、ただこの編成だと。ってことは技術、いや一応置いとこう。まあ1失点しちゃったけどしょうがないよね。さてここら辺からちょっと、いやーどうする、やる、それとも最後にかける。普通に練習はできるんだよね。いや練習して最後にブレイクスルーを使って練習しよう。よし低めも置いといてよかった。ただ意外に技術が余ってるという。精密機械はもう取っちゃおう。これであと高速シュートを4にして、あとなんか1個ツーシームあたりが取れるかな。よしじゃあ試合に行きましょう。いやなかなかに危ない試合だった。さて最後とりあえずタックある。あそうだ、ブレイクスルー勝手に発動してるんだ。おお守備どうするまあ守備だね。変化球とかね、あジャストフィット。ここすげえ打たれそうな気がするんだよな。いやサクッといこう。ジャストフィットってさあ、手応えじゃなかったか。取っとく、取れるときにちょっと金徳をまず取ろう。あだいぶ取ってあるかな。
球速はまあ155、スタミナちょっと上げるでしょう。で俺的にはやっぱり手応えをちょっと取っておこう。精神はなるべく使いたくない。精神を使わないやつがいいんだけど、変化球ポイントがほとんどないな。重い球ちょっと取っとくか。打球反応もいけそうだね。回復とか珍しい。ドロー打たれ強さか。1はちょっと掴んでおくか、せっかくだから。アウトロー9位、これもちょっとやっとこう。これで残しとこう経験点は。よし、これで甲子園決勝行きましょう。いかんせん回ってくるのが多いからね。ワールド高校ノーアウト1、3塁も最悪のパターンだよ。ノーアウトでさ3塁に出られるっていうのがすげえやだ。これはだって犠牲フライでしょ。もうお1点取ったね。いやー、ここは抑えたいね。ギブソンジュニア抑えたでしょ。よーし、これでスリーアウト。初球から手を出してくるからこうなる。おお、結構早く終わったわ。2戦目の黒金が一番時間かかったな。なんだかんだ言って悪くないんじゃない。やっぱうなごろうくんがさ失敗したのがでかいけど、ここは先発しかないよね。あ、そっか、あとあれかないんだあ、エピローグこいつちょっとくれるんだ。強打者とかくれんの知らなかった。もうちょっと調べとけばよかった。取っちゃったよね。だって俺9700とか意外にいったな。あ、有効期限残り15分切ってるそうか、もう11時50分とかなんだけど50分どころか55分に近いんだけど。じゃあ変化球を使うという意味でちょっとツーシームにして、他に変化球ポイントを使うもの、黒ファイとかね結構使うんだよね。ジャイロボールもね使うんだ。あ、逃げ球か。逃げ球にしよう。リリースもちょっとこれで変化球はゼロ。うまくいったな、回復タイピンを1取っとこう。速球対抗心臨床がやたら余ってね。安全圏も取っとくか。で基礎能力はもうちょっと上げる必要はないん でせっかくだから。おお、 D になった。だから何って感じなんだけどとまあこんな感じですね。いや意外にいったな。投手の海道高校は結構いいね。あとねやっぱりどうしてもね、うなごろうくんのね金徳関係、まあ1回しかまだ自分やってないですけど、まあなかなかね成功しないとは聞いてるんで、これがね、アプリの方ではアップデートが入って一応成功率は上がってるみたいなんですけど、ちょっとどこまで上がってるのかよくわかんないんですけど、ちょっとうなごろうくんのね金徳の成功率が上がってからちょっと本格的に使っていきたいなとも、思います。まあそんな感じで、強化海道高校とりあえず海道組入れてやってみましたということで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。